次に大石あきこ君。はい、令和、ありがとうございます。令和新選組の大石あきこです。今週金曜からこの内閣委員会で子ども家庭庁設置法案と子ども基本法案が審議されるということで、子どもの権利というものが大きなテーマになるということです。昨日4月19日には衆議院本会議にて法案の審議があり、こんなことをおっしゃってました。子どもの声に耳を傾けることは子どもを大切にする第一歩やと言うてはりました。むっちゃいいこと言ってはりました。もう反省したということかと。今まで子どもとか大人の現場の声を無視し続けてきて、この国は衰退してきました。教育予算をけちり続けて、不満は騙しと強権で縛ってきました。今これを逆回転するときだと思っています。今回はいわゆるブラック校則、理不尽な校則についてお伺いします。今こそ国が生徒の人権侵害をやめていく立場に立つとともに、この質疑を見た生徒さんや保護者の方が自分の力で理不尽なルールは変えれるんだっていうことを伝わればいいなと思います。資料1をご覧ください。今現在多くの学校では未だに理不尽な校則が温存されています。憲法を逸脱したような状態です。資料1、これは私の地元である大阪府内のある公立中学校の生徒手帳からの引用です。生徒手帳の写しですけど、なぜかコート、マフラー禁止だとか、スカートの長さなども細かく規定されています。靴下なんかも白色の無地で、膝とくるぶしの中間程度の長さとするワンポイントハイソックス、ルーズソックス、ライン入りは禁止だとか、そもそもこんな靴下売っているのかと思いましたけど、こういう校則に対応するような白い靴下っていうのは中学生よとか高校生売ってるんですね。で、子どもたち、髪の毛も男女で髪型を細かく規定しています。男子、髪が目、耳、襟にかぶさる長髪は禁止だと。男の子だからって長髪禁止っていきなりおかしいんじゃないですか。で、ツーブロック、ソフトモヒカン、アシメトリー、トップサイドの長さが著しく異なる髪は禁止と。女子も、長い髪は縛ったり、何々禁止禁止ということで、もう一歩歩けば禁止禁止と、このように縛りつけるような校則になってまして、これは何の罰ゲームなのかと。私も一保護者なんですけれども、中学生の親のこのように子どもを縛りつけて中学生高校生過ごさせて、何もいいことはないと思うんですね。子どもたちが自主的に自分たちのルールを作って自分たちのための学校運営をやっていくという意味でも、これは非常な妨げになっています。この髪型を、男女で髪型を差をつけて指導するということの問題として、そもそも男の子だからって長い髪にしちゃいけないのという問題もありますし、自分たちの性自認、自分が男なのか女なのかという自覚という性自認というものは尊重されるべきなんですけれども、これを踏みにじるものでもありますし、場合によって宗教の自由を踏みにじるものです。このようなルールを守らないと授業には出られないよというのであれば、これは義務教育の侵害です。また公立学校だけではなくて、私立でもより幅の広いブラック校則もあるようで、例えば恋愛禁止で、これ実際にデートが見つかって謹慎処分になったという事例もあります。このように子どもたちの意見に耳を傾けるという社会とは今は真逆、子どもを理不尽なルールで縛りつけている現状なんです。風穴を開ける動きも広がってきました。大阪府立高校に通っていた女性が在学中にもともと茶色だった髪の毛黒く染めるように強要されてしまいました。その女性が勇気を出して2017年裁判を起こしてくれました。この裁判は不当な判決を受けて、まだこの問題道半ばなんですけれども、でもこの方のそのアクションをきっかけに全国で校則のあり方を見直す動きにつながっています。2020年度今年度から東京都教委は東京都立高校において紙の5つの、いわゆるブラックな校則の全廃を決めました。1つ目、紙の一律黒染め、2つ目下着の色の指定、この学校でも白い肌着のみ、
ワンポイントも禁止とかそういうふうになっているんです。全国的にそういう下着の指定がされている、まあ、こういうものはダメだと。で、ツーブロック禁止はダメだと。自宅謹慎の指導もダメだと。高校生らしいといった曖昧な言葉による指導はダメだということで、東京都教委がそういった校則は全廃を決めました。これまだまだ不十分なんですけれども、全国的に見たら進んだ事例といえます。これも学校現場での取り組んできた生徒さんや保護者や先生の力だと考えます。野田大臣にお伺いしたいんですけれども、ちょっとこういった校則の現状、やりすぎやなと、人権侵害やなというご認識はありますか？